まあ、その転倒するしないの前に予測を立てれるようになっていただきたいし、あるいはテストバッテリーの結果だけで本当にいいのかということもまた考えてもらえればいいかななんて思ってます。ここで細かくまだ話はしていかないんですけども、まあ、そういうこうバランス上手に取るって何なのっていうと、転倒するかしないかとかっていうことになってくるんじゃないかなと、結論から言うとね、いろんな学会でもですね、いろいろ話あったりしてるんですけども、なかなかこれがすごくですね、難しい。みんな、ちゃんと意見持ってるようで、なかなかね、ちゃんとした意見を出せるかっていうと難しいなというふうに思ってますけども。まあ、例えば、BBS ですね、ベルグのバランススケールなんていうのは、整形でも、中枢疾患でも取りますけどね、病院とかだと BBS って取るんですけど、カットオフ値は45点っていうふうに大体言われていますよね。だけど本当にそれだけでいいのっていうと転倒しちゃう人もいるわけですよ。それって何の要素を見てないんだろうっていうことを、後々ちょっとお話をしたいなというふうに思っております。一回、ちょっと皆さん、ちょっと、そろそろ腰が疲れてきたから、一回立ってみて、自分で、ちょっと少しですね、目をつむるとより分かりやすいんです、ロンベルグで。目をつむっていくと、少しですね、自分の重心の動揺が感じやすくなります。視覚とか聴、まあ、視覚を外すので。ちょっともう僕が目で見ただけで皆さんのリモートで体映ってる人揺れてるよ。揺れてるけど、はい、OK。いいですよ。揺れをこれ止められないんですよね。揺れを止められないんですよ。で、この揺れっていうのは、どういうところで、なんで揺れてるんでしょう、これでも。僕らって。あるいはこの揺れってなんで止められないんだろうって考えたことあります？これは整形だろうが中枢だろうがみんな揺れちゃうんですけども、一つは自律神経系の活動です。呼吸とか循環ですね。心臓の脈とかで打っている血液の流れの変化。もう一つは自律的に呼吸ですね。横隔膜が呼吸を吸って広がるときに、僕たちの、胸郭上部は、前後に大きくなって、下部肋骨は左右の方に広がっていくわけですよね。で、そういった、胸郭とか、そういったことの動き、広がったり狭くなったりするときに、多少僕たちやっぱり COM が動くんだけど、それを調節してるのは、どこって言ったら足の裏だよね。足の裏で立ってるね。で、そこをいちいち揺れを感じることもできるんだけど、ほとんど僕たち生活の中では意識してない。意識してないのはこれどこがやってくれてるのって言ったらまさに小脳です。小脳。姿勢動揺。細かな意識に上らないような姿勢動揺は小脳が調節してくれてるわけですね。いつもフィードバックをかけてくれてるわけです。だからいつも僕たち意識に上らなくても足の裏から感覚をずっと絶えず感覚情報をもらってバランスをとってるので、いざ動こうと思ったらすぐに動ける。動ける。足を出せる。これはすごくいい仕組みなんです。車でいうアイドリング状態。エンジンを少しかけてる状態。車で言うと。でもこれが、例えば物体のように僕たち止まったら、またエンジンをかけるためのエネルギーが必要だよね。その指令も必要だよね。そうすると、絶対すぐに足を出すっていう動作ができなくなっちゃう。この辺は多分だからっていうかね。生きてる人間のすごいメカニズムだななんて改めて思うんです。環境や課題に応じた効率のいいバランスって何なのって言った時に、一つ私が基準にするのはこの右の上の、正確性であったりとか、多様性であったりとかですね、連続性、動作が途切れないとか、運動の軌跡が最短、まっすぐ足を出せるとかね。まっすぐ歩けるとか、まっすぐ手が伸ばせるとかっていうのもそうだし、あとエネルギーの消費率が低いとか、疲れにくいとか、頑張らないでいいっていうのも非常に大事ですよね。そういったいわゆるこう正常運動の要素をある程度イメージしながら、
今度はじゃあ何がって言ったら目に見える情報として一つバランスなので転倒するか否かを見るし、あと動作遂行の可否はどうだろう、転倒しなくても動作ができなかったらそれは意味がないので、できるかできないかっていうことも見なきゃいけない。でその時のふらつき具合とかね、そういったことも、まあ、テストバッテリーやってる時もこう付け加えて記述していくっていう形で補っていくのもいいのかななんて思ってます。でこれらがいい悪いっていうことを、じゃあ例えばですよ、バランスが悪いねって転倒するからバランスが悪い、 A さんっていう人はバランスが悪いですよ、じゃあ、セラピストの何々さんバランスの練習してくださいって言った時にみんなどう考えるかなんですよね。なんで転倒しそうになるのか、どのタイミングで転倒しそうになるのか、ね、どこが不安定なのか弱いのかっていうことを見ないで、いや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 、トイレ動作の時にバランス崩すのでトイレ動作で、まあ、ちょっと見てその練習をいっぱいしてくださいっていうふうに考えるのかではちょっと中身が変わってきますよね。目標は同じであっても中身が変わってきますよね。バランスに対する考え方、評価とアプローチが。なのでバランスを構成しているところを私たちセラピストなので、まあ、先ほどの概念もそうですよね。重心の位置とか、指軸底面の中に体をどう収めるとかっていうのがありましたよね。そう考えると、まあ、一つはモチベーションとか認知機能っていうこともやっぱ考えていかなきゃいけないよね。